もしもし。名前は？ひろゆきです。はい？ひろゆきです。ひろゆき？はい。じゃあ、ひろゆきくんの好きな配信者、嫌いな配信者は？好きな配信者がひろゆきです。どこが？やっぱ頭いいじゃないですか。よくねえよ。いや、めっちゃ質問、テキパキ答えじゃないですか。いや、あれ、やらせだから。やがらせなんですか。やらせ。最初からあ、ね、やらせ。そう、最初からこういった答え頭に浮かんでるから答えれるだけだって、やらせ、あれ全部。でもそれは頭がいいってことじゃないですか。いやいや、やらせ。全部やあ、らまあ、なるほど、なるほど。最初からね、これ言ったらこういうふうに答えるっていうことが頭に浮かんでるから、それを喋ってるだけ。それは頭がいいってことじゃないですか。それやらせ。あ、やらせ、はい、わかりました。そう。で、嫌いな人誰？じゃあ、わかった。じゃあ、相談事は？積立 NISA とイデコってどっちの方がいいと思いますか？誰？積立 NISA とイデコ。誰それ？あ、知らへんの？アニメ？何それ？いや、株です。え？株。積立ミーコって誰？NISA です。ニーシャって誰？ポルノ女優？誰？ニーシャっ全然て。知らないです。株です、だから。俺最初女の人、この名前が、積立ミーシャと、なんか、全然わからんかったからさ。あ、ちょっとわかんないですか？市議会議員なの。え、株やって、あ、株のこと？そうですよ。コメントはミーシャがいいんだって、ミーシャ。まあ、そんな感じです。に、兄さん今、の方がいい。いミーシャやってんの、今、あなた。や、どっちしようかなって迷ってんすよ。なんでどっちにしようかって、迷ってんの？なんかその二大巨頭みたいなのがあるんですよ、え、俺も昔株やったことあるよ。ちなみに。どうやってやってました？あの時はね、何やったっけ、モナーコインってやつ買ったの、2000円で。そうしたら今ね、21円だった。ショックだったね。21な円だよ。る2700円で買ったやつが、クソみたいな、もう二度と、だからやらん方がいい。いや、それは、ミドさんに先見の明がなさすぎるんじゃないですか、さすがま、に。騙されたよ、ほんま。一番いだ、や、21円の買う気にならないでしょ、普通で、俺の真似して、クラウチさんが泣いて悔しがってたもん。みどりさんの真似したら、落ちちゃいましたよって言って、ニヤニヤしたから言ってた。タイガークラウチ。結論どっちがいいと思いますか、じゃあ。とりあえず、俺の結論がニーシャで、あとね、ソフトバンクの株買った方がいいんじゃないの？なんでですか？売れてるから。トヨタ自動車とソフトバンク、ニンテンドの株買っとけば間違いないから。絶対下がらないもん。え、なんでですか？だって、下がったらさ、孫ドンヨルが、孫や、孫正義が投入してくれるから。孫正義が投入するからさ。下がったら。あと、ドワンゴの株もいいじゃない？多分。ドワンゴなんか今落ちてんじゃないですか？知らんけど。あ、そうなの？まあ。いや、俺だったらやらん方がいいっていうね。そもそも。株なんてだって先読みできないじゃん。あんなもんだ。一部の上流企業の連中だけがね、株で、ああする、こうするとかさ、言ってさ、決めた後の情報しか来ないから、損しかしないんだよ。大株主には勝てないんだじゃあよ。一番稼げるのは何なんですか？一番稼げるの？いや、地道に汗水流して働く人が一番稼げんだよ。損しないんだから。議員でボロ儲けしたんじゃないですか？してないしてない。銀ボロ儲けだと思うじゃん。税金めっちゃ取られてるからな、あれ実は。そうなんですか？あと自分全部捨てれる？議員で。批判受けて自分の住所全部晒してさ。ねえ。俺は別に、あれ、よっぽど精神強くないと病んじゃうよ、本当に。叩かれすぎて。じゃあな。